ありがとうございます。メイさんありがとうございます。どうですか、編集のポスト。どうかな。ありがとうございます。はい、次は、パヘルベルのカノンを弾きます。これも、バイオリンが、これはバイオリンが3台、同じ旋律を、2小節ずつずらして弾くという、そういうカノン形式だから、まあカノンなんですが、3台あるんですが、僕が弾くのは最初に出発するバイオリン1を練習しています。あとの2と3はパソコンから音が出ます。あとチェロとピアノ、通奏低音なんかもあります。ヘルベルのカノンですね。ちょっと音量をどれくらいにするのが一番いいのか。伴奏の音量がちょっとどれくらいが一番いいのかちょっとまだわからない。ちょっと最近練習する場所を変えたので、環境が変わったので、ちょっとわかんないので、ちょっとこれぐらいでやってみようかな。はい、それでは行きたいと思います。パッヘルベルのカノンです。Thank you.
Thank you.
ヘルメのカノンでした。んちょっと実は失敗して、その弓の毛をなんか緩めてしまって、さっき引いた後で弓を毛をピンと張る前、ま、張らないまま引き始めてしまって、途中のゆっくりのところでちょっと弓の毛をパッと張ろうとしたんですけど、音失敗してしまってやめたんで、変な失敗をしてしまいました。演奏自体はそんなにミスはなかった方なんですけど、うん、変な失敗してしまいましたね。はい、パヘルデの話でした。次は、ジブリの曲、ジブリのアニメである人生の、じゃないや、ハウルの動く城っていうのがあるんですけど、それの主題曲である、あの人生のメリーゴーランドを弾きたいと思います。これもバイオリンの二重奏なんですけど、これはあのバイオリンのファーストだけを練習しています。セカンドの方は、まあ、いずれ練習して二重奏したいんですけど、ちょっとまだやってないし、ファーストもちょっと難しい音符はちょっとセカンドの方に移してしまったような、そういう編曲した楽譜を使ったりしています。もともとこれはオーケストラなのかもしれないですね。ちょっとよくわからないんですけど、バイオリン重奏でバイオリンファーストのところをやっていますね。はい、では行きたいと思います、ハウルの動く城より人生のメリーゴーランド。ポジションダウンするとかやっぱりうまくいってないんですけどね、それ以外では大きな失敗なかったかな。はい、次は、ラストカーニバルという曲を弾きます。これはあのなんかバイオリニストの方のライブ配信で、まあ、知った曲なんですけど、ちょっとたまたまそれをずっと弾いています。ちょっとはい、では行きたいと思います。ラストカーニバル。Thank you.
はい、ラストカーニバルでした。うん、やっぱり今ハイポジションとかうまくいかないですね。はい、あと2曲弾きますが、あと残り2曲はテレビアニメの、主題歌になります。最初に弾くのは1982年の無題昔のテレビアニメである、魔法のプリンセスミンキーモモの第1期のオープニング主題歌を弾きます。曲名はラブラブミンキーモモっていうんですけども、今これネットで公式が配信してますね。第2期の方になりますが、今は、はい、これはこの曲はオープニングの方、これは小山真美さんがもともと歌ってるんですけども、それのボーカルの部分を練習しています。音量は今イラスト付きの楽譜を出したと思うんですけど、これで弾いていきます。それでは、それでは行きたいと思います。魔法のプリンセスミンキーモモよりラブラブミンキーモモ。次は最後の曲はルパン三世のテレビアニメのエンディングテーマの一つであるルパン三世愛のテーマ、これを今井美樹さんのバージョンのやつを弾きます。今井美樹はこれは元々の音は違って調もキーもちょっと違うんですけど、ピアノしかもピアノがすごいシンプルでちょっと違う、全然違う雰囲気があるかもしれません。で2番までありますが長いので1番だけやります。はい、それではルパン三世愛のテーマです。Thank you.
三世愛のテーマでした。これで今日の練習は終わりになります。ありがとうございました。それでは片付けていきたいと思います。